皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、月夜に響くノクターン実況プレイのパート30ですね。前回シルフィールと戦いました。なんかとんでもない魔剣アルハザだったかな、を使ってきて襲ってきたわけなんですけども、ね、その戦いの後ね、カオスが現れて、カオスはこの先に来ることを望んでるみたいなんですけども、なんかこの空間がね、なんかレビエルもちょっとビビってしまうような、ちょっとぶっ壊れた空間みたいなんで、気をつけて進みたいと思います。シルフィール戦からそのままね、来てるから、アイテムの補充とかが全くできてないんだけど、そこだけちょっと心配ですね。どんな敵が出てくるんだろう。敵はまあそんな変わんないのかな。研究日誌1、定暦986年、アクアマリンの月、読んでみましょう。それは、剣にこびりついた血垢のように、それは遺伝子レベルにまで染みついた佐賀のように。そのように争いはなくならない。その世から争いが絶えたことなど一度もない。我らが先祖代々より伝わるこの戦争も、もはや100年の時を迎えようとしている。日誌、エメラルドの月になった。戦況はあまり思わしくないらしい。関数の連中の苛立ちが一研究員である私にまで伝わってくる。今期の研究費は前年度の倍らしい。獣で抑えるにも限界がある。次のステップをいち早く進むことが何よりも望まれている。所長も主幹もそのことは重々承知している。だが次の段階は様々な意味で危険すぎる。何のこと。こちらトップアートの月、研究日誌3だね。所長が実験開始を決断してからおよそ2年と半、ようやく1体のプロトタイプが完成した。ベースは補修ナンバー B028439。共和国への忠誠の高さが決め手となった。パラメータが期待値通りであることは当然で、さらに命令に忠実であらなければならない。自らが誇りに思う強国に対し、何の呵責もなく破壊と殺戮を行えるか。そこが本実験の争点となる。しかし、この段階に至るまでに使用された実験体の数はもう76人。神の領域を犯してしまったことへの後悔と背徳感、そして、わずかばかりの快楽を禁じ得ない。アメリストの次。結果は期待以上だった。ただし想定外のことも起きてしまった。パラメーターは期待値のおよそ2倍、また精神の解放に関しても大成功だった。だがあまりにもでたらめすぎた。あれでは敵も味方もあったものではない。あれから3ヶ月、強国にかなりの最悪をもたらしたものの、我らの軍にもかなりの被害が出たらしい。まったく理性まで失ってしまっては人をベースとした意味がない。何のことだ。もしレビエルとかその3人にまつわる話なのかな。武者の日誌。ダメだ。何度やってもできるのは見せかけだけのデクばかり。理論は完璧のはず。なんだ、何が足りない。私は何を見ようとしている。武者の日誌に読んでみる。その身を構築する元素と、その魂を構成するマナ、それら全てを完璧に再現しても、それでもなお理想には程遠い。あるいは私がまだ存在を知らないだけの世界を構成する全く別種の元素があるというのか。
そろこれ食べてないと意味あるのか。いや、痛い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 、ここ痛い。全くできてねえんだから、あんまり勝負させないでくれ。研究2種5、定力996年、ルビーナス。戦況は一変した。次々と地図が塗り替わっていく。だがここに来て、強国も逆転の一手を繰り出してきた。魔剣、人の生命にこうして無限にマナを引き出す剣。使いこなすに相当の修練が必要そうだが、あの使い勝手の良さには身を見張るものがある。無軌道に暴れ回る我らが悪魔とは違い、完璧に統制された魔剣士の集団は恐るべき存在だ。開発されたばかりでこれだ。今後さらなる脅威が想定されている。我らが悪魔もさらなる高みへと上がらなければならない。研究2種6定歴998年エリドットの月。戦況はある意味末期と言ってしまっていいだろう。電力自体は拮抗している。だが長期にわたる戦争は両国の国力を根こそぎ奪い去っていった。ことも悪魔と魔剣は強力すぎた。世界の約 60% が消えない豪華に包み込まれてしまった。互いの人口も最盛期の10分の1まで減ってしまった。もはや取り返しのつかないところまで来ている。だがそれでも争いは終わらない。それでも戦争はやめられない。かの有名な囚人のジレンマと同じだ。互いに協調した方がいいに決まっているけれども、協調などできるはずもない。それが人という種の差がなのであろうか。研究もいよいよ最終局面。この3体の悪魔はあまりにも強力すぎる。お、他の研究室でも様々な研究がなされているようだが、これを超えるものが生まれることはないだろう。純粋なパラメータもさることながら、他の特殊能力にも力を入れた。襲った人間を脅かしまぶたし従属させる能力、さらにそのしもべもまた、ある種の能力を持ち、己がしもべを作り出すことができる。まさしく人を滅ぼし尽くすがために生まれた最悪にして最強の悪魔だ。やっぱりこの3人のことだな。愚者の日誌3。結果的な誤りが判明する。やはりそうだったのだ。重大な見落としがあったのだ。あまりにも当たり前すぎて、あまりにも特殊で、それが世界を構成する元素だと気づかなかった。致命的だ。もう取り返しがつかない。所詮は儚き夢だったか。いや、まだ一つだけ、たった一つだけ方法がある。今現在の理想を実現することができれば、できなければ、すべて内から作り直せばいいのだ。この世界すべての元素と単位にまで分解し、すべて最初から世界の再構築を行う。これは賭けに過ぎない。私の望みを叶えるために世界全てを巻き込むな。これカオスの日誌じゃないかな。あとはうわ、でっけえな。おい、研究2種の定歴999年ラピスラズリの月。今ようやく全ての実験が終わった。究極の強化人体兵器の完成だ。だが間に合わなかった。もう戦争は終わってしまったのだ。全世界のおよそ 80% が砂漠化。
の傷跡はとても修復できるレベルではない。人工など再生機能、いややめよう、考えただけでも恐ろしくなる。争うにもその余力がないのだ。指導者はもはや中身のないデクばかり。有能な人間、必要とされる人間もほとんどが死に絶えた。この文明はもはや維持することさえ不可能だ。人は原初の時代のような原始的な生活を余儀なくされるだろう。この研究も今日限りで閉鎖だ。人類は今日この日をもって滅んだと言っていいだろう。スピードスターだって。新しい体育。レコードソフトに特化した神経。物理とか魔法防御減少するけど、減少性が増大する。ああ、なるほどね。まあでも、速攻で切りつけてる時とかいいんじゃないかな、むしろ。二回コードとか、お前仲間にしたいんだよ。完成した。元となる設計図も書き起こした。発動させるための罠も霊脈の強い土地を起点とすることで確保した。それでもなお届かないが、風魔の害を敷くことで難なくクリアできる。何しろこの土地には現在最強の魔人が眠っているのだ。いずれ結界は破壊されるだろうが、この頃にはもう役目を終えているだろう。全ては順調に滞りなく粛々とあらゆる準備が整っている。あの二人が気づいた時にはもう遅い。世界は新しく乗り換えられているだろう。この日誌もこれで終わり。全てが消えるのだから何を書き記そうとも意味がない。残すのはこの石だけ。全てが消え去ろうともこの石だけは決して忘れない。今度こそ何があろうとも絶対に。いや多分これやっぱカオスの日誌だな。最強の魔人が眠ってるっすか。これが全くない。ダメだった。争いはなくならない。戦争は終わらない。悪魔と魔獣が止まらない。それはそうだ。元より人を滅ぼし潰すために生み出された存在だ。停止コードが届かない。独自に知性を持たせてしまったのが後となった。最悪の状態からさらにどん底に落とされる。今や誰もがそんな絶望感に打ちひしがれているだろう。全ての望みが今ここに費えた。ならばだからこそ打てる手もある。この最悪の悪魔3体を解放する。他の悪魔とは違い、何の精神的制約もかけずに、全てが漂白の状態で解放する。毒を持って毒を制す。共食いを期待して最強の悪魔を世に放つのだ。さらに、最悪の結果を招く可能性の方が高いだろう。だが、これしか方法はないのだ。この記録は私が満たした、ある特殊な封印がなされている。相当高位のスキルを持っていなければ、その存在に気づくことすらできない。そして、よほどのマナーを持っていないと、この封印を解くことはできない。なれば、これを今見ているのは我が最高傑作であるデビエル、カオス、リステル、おそらくそのいずれかであろう。許してくれ、あのとは口が裂けても言えない。せいぜい笑ってやってくれ。こんな愚かな男がいたのだと。
こんな醜い世界があったのかしら。我が最愛にして最高の息子、娘たちへ。魔化学研究者、エド・ブラウン。リビエル。クダ。え？だからどうした？ああ。確かにこの研究日誌は事実だろう。私の最古の記憶。砂漠の海を一人、ただ何をするでもなく月を見上げていた記憶とも合致する。だが、それがどうした？くだらな。起源が何であれ、私は私だ。その事実は決して覆ったりはせんさ。リビエル？うん、そうですよね。なに？リビエル？この丘。最初に感じた違和感か。ルソ。エロ。ルナ。リビエル、しっかり。来るぞ。構えろ、ルナ。何が？リビエル、この敵は？なんだ？一体何なんだ、この丘は。何かが確かに狂っている。リビエル。この敵。それ自体は大したことはない。リステリアやシュルフィールに比べればはるかに弱いだろうな。だが、油断だけは決してすんな。こいつは何かがおかしい。どこか噛み合っていない。気を抜けろ。飲まれるぞ。はい。あるいはこれこそのやつだ。だとしたら、見極めてやるぞ。カオス。変態を。あ、っていう意味でもやっぱこのスピードスタっていいんじゃないかな。速攻でやれんじゃねえ。かわいいね。まました。足入んのかい。
回やったね。何をしようとしているんだ。あれ、リステル。空間を滑る魔術。転移の術のような一過性をごまかしじゃない。本物の空間そのものを支配し、操る魔術。でもそんなことはありえない。世界そのものを構成する大元素たる六属性。そのどれにも属さない属性などあるはずだ。だからあなたたちは未だ未熟なのですよ。カオス。あなたたちは常識という枠にとらわれすぎです。そんなことでは本当の真実を見逃してしまいますよ。あら、ごきげんようカオス。あなたが私に意見をするなんて驚きだわ。さて、私がわざわざここに来た理由、聡明なあなたならもうお分かりでしょ？まずは弱い方となく、勝負の鉄則で倒す。だけれども、私もそう簡単に遅れは取らないわよ。3、この撤退は、まさか初めから。そう、ここに来た時点で、あなたの敗北はもはや揺るぎない。ただ、なるほど、そちらを優先させましたが、よほどレビールを信頼しているのです。さあ、どうかしらね。けれど、この選択は誤りです。あなたは何よりもまず、父親がいてでも私を殺すことを優先させなければならない。私にとって、真に恐ろしいのは、レビエルよりもあなたなのだから。レビエルだと、ただ少し力があるだけだ。彼は当然、自分より弱いものが相手でないと勝つことができない。そんなものだと、私にとって脅威とはなり得ない。けれど、あなたは違った。あなたはずっと自分より強大なものと戦い続けてきた。様々な戦略、知略、絡め手を極め、自分より強いものと戦う術をあなたは知っている。何よりもあなたの無から有を生み出す能力は私にとって致命となり得る。だからこそ、あなたにはここで消えてもらいます。そうか。
簡単にできると思う。できますよ。そのために池にも陣を張り、罠を張り、あなたに備えていたのですから。終わりだ、リスティ。随分とレギュレを過小評価しているようだけど、ただ少し力があるから、自分より弱いものにしか勝つことができない。あれが本当に止めろのことだとか言うのなら、私は何百年、何千年も彼を追ったりはしないわ。あなたは必ず後悔する。彼を侮ったことを。さよならです。リスティ。いって。これでチェックメイトだ。今何か、とても大きなものが消えた。リビエル？いや、かすか。わずかにだがまだ残っている。なんでもない。行くぞルナ。おおおお。レベル30になってんな。いつだったら補助できるんですか？とりあえずラクリマ使おう。はい、では今回ここまでにしておきます。いや本当にカオスの決着が近づいてきてるんでしょうか。いよいよ、この物語も終止符といったところなんですかね。まあ気をつけて、先へ進みたいと思います。はい、では次を握るドクターの実況プレイのパート30、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てください。